この時間は鹿島アントラーズ対徳島ヴォルティスの一戦をお楽しみいただきます。さあ両チームの選手たちが県立鹿島サッカースタジアムのピッチに登場してきました。ゴールキーパーは沖です。ディフェンスラインは右から常本、そしてセンターバックが犬飼と町田、左サイドバック長戸、ボランチ2枚は三沢とレオシルバです。2列目は右に土井、そして左に泉、トップ下荒木、前線にはエベラウド、こういった予想になっています。ゴールキーパー前節に続き今日も長谷川です。ディフェンスライン右、今日岸本が出場停止ということで藤田誠也、センターバックはデシャント、カカ、左がジェイゴです。ダブルボランチは鈴木徳馬と岩尾、そしてトップ下に渡井、右に杉森、左が西谷、トップには宮代、こういったメンバーです。あら、切った、うわあ、コース変わってゴールイン、先制鹿島アントラーズ、フリーキックから得点ゲット、開始5分です。からしたらボールが出てきたときには自分と違う方向に行ってたという形ですから、ちょっとゴールキーパーとしてはノーチャンスですよね。そうですね、ジェフから間に入れた岩尾、さあそして渡井、少し鈴木徳馬持っていきながら、杉森のシュートこぼれている、宮城の逆サイドに西谷いる、ナイスキーパー、ここは出ました沖です。ナイスセーブでしたね。判断も良かったですよね。レオシルバ、ここで逆サイド狙う、トラップから常本切り返してマイナスのボール、ミサオゴールキックです。2人とも止まっちゃいましたね、ウェイラウドと泉と。サポートに長戸が行く、クロスオーバー、そちらを使う、長戸から少し持ち出してのクロス、キーパー長谷川触りました。レオシルバ入っている、そして土井、エベラウド切り返してシュート、これブロックはジェイゴです。まだあるか、シュートはミサオ、ゴールキックです。渡っています。そしてエベラウドの落とし、荒木から、さあ土井枠の左でした。素晴らしい攻撃の形でしたよ。長戸からファーサイド、キーパー出られずに、1個エベラウドから中、ただ対応しています長谷川。難しい対応でしたけど、よく足が出ましたね長谷川もね。いや、ファーサイドこぼれている、惜しくクロス前のミサオのシュート、つないでレオシルバ、決定的でしたね。あ、ワンタッチありましたか、コーナーになるようです。いや、ミサオ決定的でしたね。町田がすらしたんですね。そうですね。なんであそこから浮くかと言われたらなんでなんですけど、まあ、あるんですよね、こういうことが。エベラウドシュートだ、サイドネット、フラッグ上がりました。オフサイドディレイで上げていませんでしたけれども、オフサイドでした。カカからジエゴ、裏を一味狙っている、オフサイドかどうか、そのまま進んでいますが、一味からアウトにかけたボール、フラッグ上がりました、オフサイドディレイ、オフサイドでした。タイミングが少し遅いんですよね。一味はいい動き出しをしてるんですけど、結構ラインブレイクできそうなんですけどね。岩尾は繋がらず、ここは長戸からレオシルバー、そして荒木だ、荒木シュート、ゴール、プレッシャーをかけているので、長谷川としてもちょっと慌てたところがあるとは思います。あとはこのやっぱりファーストタッチが見事ですよね。
ヨシルバも見事ですし、荒木も本当に自分がシュートを打てるところにピタッと止めましたしね。コーナーキック、後からニアへ、この跳ね返り長木、おそしてコース変えた、ゴールイン、最後町田がコース変えました。追加点です。鹿島、試合を決定づけるような3点目が入りました。ジェイゴのクリアでした。ここで長い笛が吹かれました。それとともに場内拍手です。今日は荒木の2得点、さらには町田の得点で3対0、鹿島勝利というゲームになりました。徳島は4月以来の連勝ならず、鹿島は逆にこれで3連勝ということになりました。